トヨタ新型カローラツーリング2024年最新情報。2025年フルモデルチェンジ登場か。新型カローラツーリングの全貌。ホンダ、スバル、マツダとの徹底比較。トヨタ新型カローラツーリングの魅力、ライバル車種との競争力を徹底解説。皆さんこんにちは。今回はトヨタの人気ステーションワゴン、新型カローラツーリングについてお伝えします。トヨタのカローラツーリングは、13代目モデルのフルモデルチェンジが、2025年12月に予定されています。この新しいモデルでは、過去のフィードバックをもとに、さらなる進化が期待されています。トヨタのベストセラーモデルであるカローラツーリングが、より魅力的な仕様で登場することに期待が寄せられています。新型カローラツーリングでは、実用性、走行性能、環境性能の向上が重要なポイントとなっています。トヨタは、ユーザーのニーズに合わせた、使い勝手の良いスペースや、多彩な収納スペースを提供し、長距離ドライブやファミリーユースにも快適に対応します。また、走行性能や環境性能にも注力し、快適で燃費の良いカーライフを実現することが期待されています。最新の情報によると、新型カローラツーリングには新開発されたエンジンが搭載され、1.5 リットル直列4気筒エンジンと 1.5 リットルハイブリッドエンジンがラインナップされる予定です。これまでとは異なるエンジンの搭載により、さらなるパフォーマンスと燃費効率の向上が期待されています。まず、新型カローラツーリングには 1.5 リットル直列4気筒エンジンが搭載される予定です。これまでのガソリンモデルで採用されていた 1.5 リットル直列3気筒エンジンからショートストローク化により同じ排気量ながら直列4気筒に変更されることでよりスムーズで力強い走行を実現します。また燃費効率の向上や排出ガスの削減にも貢献します。このエンジンは最高出力約135馬力最大トルク 15.5 グログラムメートルを発揮し、ダイレクトシフト CVT と組み合わせて 2WD と 4WD の駆動方式が用意されます。これにより高速道路でも快適な走行が期待されます。さらに新型カローラツーリングには 1.5 リットルハイブリッドエンジンも搭載される予定です。これまでの 1.8 リットルハイブリッドエンジンから 1.5 リットルハイブリッドエンジンに変更されることで燃費効率の向上や動力性能の向上が期待されています。ハイブリッドシステムの進化によりよりスムーズで静かな走行が可能となりユーザーからの高い評価が予想されます。このハイブリッドエンジンはエンジン出力約105馬力最大トルク 15.8kgm フロントモーター出力約109馬力リアモーター出力約41馬力を発揮し電気式無段階変速機と組み合わせて 2WD と 4WD の駆動方式が用意されます。これによりシステム全体の出力が高くさらに経済面でもメリットがあります。例えば日本においては自動車税が 1.8 リットルの場合は 36,000円に対して 1.5 リットルの場合は 35,000円となるため経済的な負担が軽減されます。新型カローラツーリングではこれらのエンジンの搭載によりよりスムーズで力強い走行や高い燃費効率が実現されることが期待されています。トヨタのエンジニアリングチームが新技術を駆使してエンジンの性能を最大限に引き出しユーザーに満足を提供することを目指しています。次にボディサイズについてです。新型カローラツーリングの全長は 4500mm、 全幅は 1750mm、 全高は 1465mm、 ホイールベースは 2640mm となる予定です。現行モデルよりもさらにスポーティな外観を持ち低重心でワイドなスタンスが特徴です。これによりよりスポーティでダイナミックな印象を与えることが期待されます。またシャープなヘッドライトとテールライトが採用されることでより印象的なデザインが実現されます。新型カローラツーリングのインテリアも進化します。室内空間がさらに広くなり特に後部座席の足元空間が広がることで長距離ドライブでも快適に過ごせるよう設計されています。シートやインテリアの配置も工夫されており乗員全員が快適に過ごせるように配慮されています。また加湿スペースも充実しており大きな荷物もスムーズに収納できるため使い勝手も良好です。インテリアには最新のテクノロジーが取り入れられ
モダンで洗練されたデザインのダッシュボードやタッチスクリーンディスプレイが搭載されます。これにより操作性や快適性が向上し、スマートフォンとの連携や音声認識システムの導入によりドライバーと乗員の利便性も向上するでしょう。新型カローラツーリングのインテリアはモダンで快適な空間として多くのユーザーを魅了することでしょう。新型カローラツーリングでは最新技術が積極的に導入されることが予想されています。これにより車両の性能や安全性が向上し、快適性や利便性も大幅に向上することが期待されています。しかしこれらの最新技術を採用することにより新型カローラツーリングの価格がアップすることは避けられません。ただしトヨタは価格のアップ幅を10万円ほどに抑えることでミドルクラスのブランドとしての選びやすさを維持しようとしています。トヨタは新型カローラツーリングの価格を抑えることで競合他社の車種との競争力を維持しようとしています。今回の価格アップによりより多くの最新技術が搭載される新型カローラツーリングは同セグメントの他の車種と比較しても選びやすい価格帯で提供されることが期待されます。トヨタは消費者のニーズに合った魅力的な価格設定を行うことで新型カローラツーリングの販売促進を図るでしょう。新型カローラツーリングは価格と性能のバランスが重要なポイントとなります。価格がアップすることでより多くの最新技術が搭載される一方でその価格が消費者にとって魅力的であることも重要です。トヨタは価格のアップ幅を10万円ほどに抑えることで消費者にとって魅力的な選択肢として位置づけることを目指しています。新型カローラツーリングは価格と性能のバランスが取れた魅力的な車種として注目されることでしょう。なお新型カローラツーリングのライバル車種としてはホンダのシャトル、スバルのレヴォーグ、マツダのアテンザワゴンなどが挙げられます。これらの車種との比較や差別化ポイントを以下に詳しく説明します。まずホンダのシャトルとの比較です。シャトルは広い室内空間と高い燃費性能を特徴としています。しかし新型カローラツーリングはこれを上回る新開発の 1.5 リットル直列4気筒エンジンおよび 1.5 リットルハイブリッドエンジンを搭載し、さらに高い燃費効率とパフォーマンスを提供します。またカローラツーリングのスポーティなデザインとシャープなヘッドライトテールライトは視覚的な魅力を一層高めています。次にスバルのレヴォーグとの比較です。レヴォーグはその優れた走行性能と安全技術で知られています。新型カローラツーリングもまた走行性能の向上に注力しており、新しいエンジンとトランスミッションの組み合わせによりスムーズで力強い走行を実現しています。また最新の安全技術も積極的に取り入れられており、運転支援システムや高度な安全装備が充実しています。これによりレヴォーグに対しても十分に競争力を持っています。マツダのアテンザワゴンとの比較では、アテンザワゴンのスタイリッシュなデザインと高い品質感が際立っています。一方新型カローラツーリングもスポーティでダイナミックな外観を持ち、低重心でワイドなスタンスが特徴です。さらにインテリアのモダンで洗練されたデザインやタッチスクリーンディスプレイ、スマートフォン連携機能など最新のテクノロジーが搭載されており、アテンザワゴンと同等かそれ以上の魅力を提供します。これらのライバル車種と比較して新型カローラツーリングは実用性、走行性能、環境性能のすべてにおいて優れたバランスを実現しています。また価格設定においてもトヨタはミドルクラスのブランドとしての選びやすさを維持しつつ、最新技術を積極的に導入することでコストパフォーマンスの高い車種となっています。これにより新型カローラツーリングは他のステーションワゴンと比較しても非常に競争力のある選択肢となっています。以上のように新型カローラツーリングはホンダのシャトル、スバルのレヴォーグ、マツダのアテンザワゴンといったライバル車種に対しても高い競争力を持ち、差別化された魅力を提供しています。今後も続報が入り次第随時お伝えしていきますので皆さんお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。